皆さん、こんばんは。今日もアルベロでございます。元気ですか？なんか急にキャラクターが変わってきたんですよ。はい、どうも、今日もアルベロの格好でオーバーロードをしたいと思います。今日はね、実は素晴らしいイベントが出てますよ。もう聞いたと思うんだけど、実はね、私の大好きなアニメ、妖精戦記がコラボ出たんです！で、私はね、妖女戦記、まあ、タニア、The Devil, タニアがすっごく大好き、大好き。このアニメ見た時はね、超、超面白くって思って、本当タニアちゃんのキャラクターは意外だった。で、正直、本当正直はね、こんな、これがないと、正直コストレンチャーやりたくなる。なんかちょっとね、体が、子供だから、タニアちゃんよりは、もう一人背が高い、ちょっとおっぱいもでかいのキャラクターがいるんだけど、彼女の方が似合うそうかもしれないけど、タニアちゃんの妖言がすっごく大好き。そういう、ちょっと頭が超クレイジーなことを超大好きなので、今日はオーバーロードとコラボもできれば、タニアちゃんをゲットしたいと思います。では、始まりたいと思います。タニアちゃん、私の手に入ってください。スタート！なんか、妖精戦記、タニアだけじゃなくて、他のキャラとも出てくるかもしれないですね。私はタニアちゃんが惜しいんですよ。おじいちゃんがいらない。にゃーん。まあ、正直タニアちゃんの方が美味しかったんだけど、でも可愛いエンドマが、まだオーバーロードな感じ。60回でやったらできるんじゃないかなって今回思うけどね。お前何、だんだんにでもキャラクターがね、持ってるキャラクター強くなってる。おお、でもグランス、妖精戦記のグランスがもらいました、イエーイ。まあ、とりあえずちょっと妖精戦記のキャラクターやっぱり出たんですね。でもダニアちゃんが欲しいんですよ、本当に。ちょっと私の大好きなダニアちゃん、ちっちゃくてデビルのダニアちゃん、もう一回、いや出るチャンスないかな。もうちょっとあったら、アルファ出た、綺麗だな。メイド。ダメー。レベル1。またお前か。グランツ。ちょっとキットはね、タニアちゃんが特にちっちゃくて可愛いから、ほんと一番温かいキャラクターだな。いやー、今回もちょっとダメだったから、もう一回に行きたいと思います。イエイやばい、結構レベル高いですねこれ。よし、行きます。ティーナかわいいけどいらないかな。結構ね、いいキャラって出てるのに、私のタニアちゃんが難しいんだな。ダメらしい。やっぱり戦場欲しいね。ちょっとね、ダメだったから、ちょっと願うこと、もう一回行きたいと思います。本当諦めない、もう諦めらわあかん。B
シャと言うんだ。ちょっとあのイントネーションは違うんだけど、エレン・アイシャが私ができそうなキャラクターだけど、ちょっと待って、そしたらタニアちゃんも出るんじゃないかな。あ、でも結構ねラッキーだったね、ほんと完全にメインキャラクターもらってるのはすごいね。でもこれで3回目もらったね、すごい。うん、かっこいいキャラクター。またお前か。No, no, no, no. よし、ちょっとね。そう、フィーシャーがもらっちゃったんだけど、かわいいね。できればタニアにもう一回目指したいと思います。スタート。お願い。ます。もう前のレベルめっちゃ高くなるんだけど、いらに。ぬん。あ、ああ。おまかさま。ダメだ。しかな。近いな感じしてるなのに。もうちょっと可愛い。おぉぉぉなんか、バイスってさ、かっこいい、強いんだけど、いらねー。 あれもね、でもキャラクターは出てくるんですね、やっぱり。最後に行きたいと思います。いやちょっとね、もう近い、めちゃめちゃ近い感じするから、ほんとめっちゃ出てほしいやなって思う。タニア。No。っていうか、アニメまだ終わってないね、幼稚園期。おー、しゃ。私の名前は。エドストレーム。おお、綺麗。エドストレーム。めっちゃ美人だった。ねえ。ねえ。バイス。バイス。バイス。が来た。なんかイケメンばっかり。にもらっちゃった。いやー、やっぱりね、タニアまでを目指すのはちょっとレベルは高かった。ちょっとキャラクターを紹介したいと思いますが、やっぱりタニア以外全部出たんですね。タニアちゃん以外がちょっと、詳しい、すげえ詳しかったんだけど、でもまあやっぱりあの養生戦記がやっぱり出るんですね、キャラクターは。でも、まあ私の、あの、結構好きなキャラクターも出たので、それでも嬉しいやなって思います。ねえ、タニアちゃんの方が良かったけどな。わがまますぎるのかな。さすがに、人気者だからね。でも、他のキャラ、タニアちゃん以外のキャラクターが全部出た。タニア惜しかったな。でも楽しかった。この前、友達のリクエストもたくさん送っていただいて、本当にありがとうございます。まぁ、ちょっとマイペースでやってるんだけど、頑張りましょうね。あと、やっぱりそういうこのコラボは、好きなアニメとか好きなゲームが一緒にできて、本当いいな。これは素晴らしい日本のものみたいな感じしたい。また、バトルをやりたいと思いますので、また次の動画を待っててくださいね。バイバーイ。チャオ。